皆さんこんにちは、ひだのまなみです。今回は以前コラボさせていただいたがん治療医押川翔太郎先生の動画で、がん患者が傷つく一言という動画を見て、私もちょっと動画を作りました。で、私も以前ブログで言葉は人間にとって最強の武器という記事を書いたんですが、言葉は上手に使えば人を勇気づけられたり幸せにできたりするけど、間違った使い方をすると狂気になってしまうと思っています。また同じ言葉でも受け取り側によってよく捉えてくれたり悪く捉えられたりして結構難しいと思います。で、今回はがん患者が傷つく一言を私なりにまとめてみました。これからお見舞いに行くという人、また身内にがん患者がいるという人はぜひ参考にしてみてください。で、あくまでも全ての人に当てはまるというものではないので、その点を踏まえて最後まで見ていってください。1、頑張れ、頑張って。この言葉はいろいろなところで飛び交う言葉です。決して人を傷つけるために言った言葉ではないのはわかります。私も入院している時に頑張ってって言われて、よし頑張るぞっていう気持ちにもなりました。ですが、いろいろな人の声を聞くと、こんなに頑張っているのにもうこれ以上どう頑張ればいいのというふうなことを言っている方も、少なからずいます。確かになって思うところもあります。がん治療は体力もそうですが、がんという言葉だけでかなり精神的に来てしまいます。ステージや早期で見つかったというのとかも全く関係なく、心のダメージは結構大きいので、頑張れや頑張ってっていうのは、少し疲れてしまうかもしれません。2、根掘り葉掘り聞く。今体調はどうなのとか、ステージはいくつだったの、病院どこ行くのなど、心配して聞いてくれているのかもしれませんが、聞かれたくないこともたくさんあると思います。特に女性なら胸は取ってしまうのとか、いろいろあるとは思うんですけど、私は今こうして元気でいられるので、いろいろな経験談なども話せますが、闘病中は、先ほども言ったように体力的にも精神的にも辛いので、その辛い状況をもう自分の口から言うっていうのは本当に苦しいです。で、私の場合はやっぱり子宮を取らなきゃいけなかったので、特に子供の話とかは本当に聞かれたくはなかったですね。ちなみにこれは今でも聞かれたくはないです。心配だからといって、いろいろ聞きすぎるっていうのは良くないと思います。3、子供がいない人生を選んで幸せな人もいるよ。すいません、また子供の話になってしまうんですが、これはよく言われます。励ましで言ってくれているのはわかります。子供がいて大変な家庭もあるし、夫婦だけでも幸せにやってる人もいるよっていうことなど、もうそれはその家庭にしかわからないと思うし、子育てが大変なのも周りを見ていてすごく感じています。なので世の中のお母さんは本当にすごいなって心から尊敬しているんですが、今の話はそういうことではないんです。人と比べて幸せだとか幸せじゃないとかもそういう次元ではなくて、なんて言ったらいいんだろう、これは自分で乗り越えるしかないんですが、一生乗り越えられない人もいるかもしれません。この人形性についての励ましの言葉は逆効果になると思います。番外編、あの食べ物、あの飲み物すごいいいみたいだよ、あの治療薬がいいみたいだよ、これ効くらしいよ、ちょっと高いけどこれどうかな、などなど、これはめちゃめちゃ言われました。本当に身近な人たちからです。でも私のためを思って言ってくれてるのはすごく伝わっているのでありがたいんですけれども、ダメだと思います。今考えると断るのも申し訳ない気持ちになってしまったり、その前にまず標準治療で先生と相談しながら何をするか決めるので、
藁にもすがる思いの時はいろんな情報を入れないでほしいです。まあ、勧められたものがいいか悪いかの判断もできず、まあ、全ていいものに見えてしまいがちですし、お金もかかります。勧めた人が払ってくれるならまあまだいいですけど、払うのは患者本人です。インチキ療法かもしれないし、まあ、素人が簡単にあれがいいかもこれがいいかもって勧めるのはダメです。ただ標準治療にプラスしてこう食事改善などはいいのかなとは思っています。まあ、患者本人ができる範囲でのアドバイスをしてみてはいかがでしょうか。まあ、私の場合になってしまうんですが、まあ、お見舞いに来てくれただけで本当に救いでした。とっても嬉しかったです。で、普段の世間話とかこういつも通りに話してくれたのが本当に一番良かったなと思います。まあ、その時はもうがんということを忘れて、まあ、退院したら何しようとか結構前向きになれたりとかもしました。まあ、あとはその人との、まあ、関係性によるのかなと思いますので、まあ、仕事などどうしてもこう病状を伝えないといけない状況では、まあ、患者さん本人の話をよく聞いてあげて、で困ったことは相談してねなどがいいと思います。でその他にもたくさんの声がありますので、ぜひ押川先生の動画も参考にしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。で今回も私の場合のお話ですので、まあ、参考程度に見ていただけたら幸いです。不安なこと、心配なことはお医者さんに相談してください。この動画が少しでもいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最近押川先生の本を買いました。孤独を克服するがん治療。今私より先にお母さんが読んでるので、まだ私は読んでないんですが、結構パラパラっと見た感じ、すごく見やすそうな感じですね。結構本読むの苦手な私でもスススッと読めちゃうかもしれない、そんな感じの本です。もうちょっとこう読み進めていったら感想もお伝えしようかなって思ってます。結構本もちょっとね、インチキ療法みたいな本とかも普通に売っちゃってるので、本屋さんだと。信頼ある先生の本なら、おすすめできますので、よかったら見てみてください。一応リンク貼っとこうかな、Amazon の。はい、そんな感じで。Twitter やインスタもやってますので、よかったらフォローお願いします。じゃあねー。